どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の13回目始めていきたいと思います。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使っていきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。242ページですね。行政庁の監視指導、それから苦情相談窓口というのを見ていきます。まずは一番最初に行政庁の監視指導について見ていきます。はい、ここでは行政庁、要は厚生労働省とかね、お薬に関するね、ところがね、ドラッグストアとか薬局が何かね、法律に違反するような行為をしていないかどうかというのを監視しますよ、そして指導しますよということを言っています。はい、まずはですね、1107行目、薬事監視員というものですね。はい、まず薬事監視員って何なんですかというと、ね、1108行目見てもらいますと、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の、市長及び、特別区の区長は、その職員のうちから薬事監視員を命じて、監視指導を行っていますよということを言ってます。はい、なので、この薬事監視員、まずは、この薬事監視員という言葉をしっかりと覚えてくださいね。この言葉ね、他の言葉でね、薬事指導員とかね、他の言葉で聞いてきたりしますので、まずは薬事監視員という言葉を覚えていきましょう。はい、そして、その薬事監視員というのはね、厚生労働省とか、あとは都道府県の薬務課とか、あとは、保健所のところで、働いているね、職員からですね、薬事監視員というね、例えばあの薬剤師だったり、薬剤師だったりとか、獣医師だったりとかね、医師だったりとか、そういった人を薬事監視員という人に置いているんですけど、ね、その職員の力、薬事監視員を命じていますよと言っています。はい、じゃあこの薬事監視員はどんなお仕事をしてるんですかというところで、括弧 B、立ち入り検査というところを見てください。はい、この薬事監視員ね、まあ、例えばですね、薬局の開設の許可とかを、いろいろ見ていたりもするんですけど、まずは1114行目見てもらいますと、都道府県知事はね、薬局開設者または、医薬品の販売業者が、関係する法の規定またはそれに基づく命令を、ね、遵守しているかどうかを、確かめるために必要があると認めるときは、その薬局開設者または医薬品販売業者に対して必要な報告をさせ、または当該職員にその薬局開設者または医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備またはもしくは、帳簿書類等を検査し、させ従業員その他の関係者に質問させることができますよってことを言ってます。はい、なので、薬事監視員っていうのはね、厚生労働省とかね、都道府県とかからね、属している人たちなんですけど、まずは、都道府県知事がね、各薬局薬店とかにですね、薬事監視員というのを派遣していきまして、ね、そのお店に、構造設備の基準だったりとかが、ね、ちゃんと満たされているかどうかを確認したりとか、あとはね、帳簿書類とかをですね、ちゃんと書いてますかとかね、そういったようなものを、検査することができます。ね、なので、1120行目、見てください。ね、構造設備もしくは、帳簿書類等を、検査させ、ね、さらに従業員にその他の関係者に質問させることができますよ、ね、そんなのが薬事監視員のお仕事です、ね。はい、そしてさらにですね、1125行目見てもらいますと、無承認無許可医薬品とか不良医薬品、不正表示医薬品の疑いがある物品を試験のため必要な最小分量に限り除去させることができますよ。はい、ここも大事なのでしっかりとチェックしておいてくださいね。なので疑いがあるものに関してはね、最小分量に限り除去、することができるんですね。はい、よろしいでしょうか。ね、ちなみに、帳簿書類に関しては検査になってますので、ここをね、違いちゃんと確認しておいてくださいね。はい、それから、それらに違反した人、ね、括弧C、罰則っていうのがありますね。薬事監視員が来たのにもかかわらず、いや、みたいなね、お薬持っていかないでくださいとかね、そんなような感じで拒んだりとか、そういったことをした場合にはですね、罰金とかがありますよっていうのが、そのあたりね、罰則のところに書いてあります。はい、それからですね、今度は、行政庁による処分というのを見ていきます。
はい。ここの処分なんですけど、行政庁はですね、いろんな命令を出しています。どんな命令ですかっていうと、ホワイトボードにもちょっと書いたんですけど、改善命令、それから業務停止命令、廃棄回収命令、3つの命令を行政庁は出していきます。なので、この3つの命令が、ね、ここでポイントなんですけど、誰が、誰に対して出しているのか、というところがとても大事です。ね、誰が、誰に対して出しているのか、というところが大きなポイントになりますので、ここをしっかりと確認していきましょう。よろしいですか？はい、じゃあ、同じページの、1136行目、改善命令というのを見ていきます。はい、まずはですね、一番最後の行。都道府県知事は、ね、薬局開設者または医薬品の販売業者に対してと言ってます。はい、なので、知事は、ね、薬局開設者、それから医薬品の販売業者に対してと言ってます。ね、誰が誰に対してというところでは、知事がこの2つ、2社に対してと言ってますので、ここ大丈夫でしょうか。ね、そして、次のページを見ていきます。243ページですね。知事が、この2社に対して、ね、その構造設備が基準に適合せず、ね、構造設備によって不良医薬品を生じる恐れがある場合においては、その構造設備の改善を命じることができますよって言ってます。ね、なので、構造設備の改善を命じております。あとは、1145行目に関しては、業務体制の整備を命じてたりもします。そして、それから1149行目、業務の運営の改善なども行ったりします。それから、1155行目、販売業の許可の際に付された条件に違反する行為があった時にも、ね、ここ、改善命令を出していきます。それから1159行目、後半ですね。管理者として不適当であると認めるとき、その薬局開設者または医薬品の販売業者に対して、その変更を命ずることができますよって言ってます。はい。なので、ね、誰が、誰に対して何を、というところでは、ね、5つの、ね、何を、みたいなことがあったので、このあたり、しっかりと確認しておいてください。ね。なので、ここ、知事が、ね、薬局開設者、医薬品の販売業者に対して、ね、改善命令を出しております。ね、だから、まずは、ね、この改善命令に関しては、知事が、全部知事がです。知事が、この薬局開設者、医薬品の販売業者に対して出してますので、ここよろしいでしょうか。ね、はい、そして、今度はその次、1164行目、括弧 B、業務停止命令について見ていきます。はい。今度は、業務停止命令ですね。業務停止命令に関しては、まずは、都道府県知事はと言ってますので、また知事です。ね。知事は、配置販売業の配置員がその業務に関し、薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、ね、期間を定めて、その配置員による、配置販売業の業務の停止を命ずることができます。また、必要があるときは、その配置員に対しても期間を定めて、その業務を停止することを命じています。はい。なので、ここでは、知事が、配置販売業者や配置員に対して、業務の停止を、命じております。ね。よろしいですか？ね。知事が、ね、今、業務停止命令見てますよ。業務停止命令では、ね、知事が、配置販売業者や配置員に対して、業務の停止を命ずることができています。はい。それから今度は、1171行目見てもらいますと、さらに都道府県知事は、ね、また知事はです。ね、薬局開設者または医薬品の販売業者に対して、ね、今度は知事が薬局開設者、医薬品販売業者、誰が誰に対してというところでは、ね、知事が薬局開設者、医薬品販売業者に対して、で、次のページ見ていきます。244ページですね。に対して、ね、1173行目、ね、その許可の基準として求めている事項に反する、状態に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、または期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができますよ、と言っています。そうなんだな、と。ね。
そして今度は、1178行目見てください。ね、この他、厚生労働大臣はつってますね。はい、今度は厚生労働大臣がつってますのでよろしいですか。ね、大臣がですよね。はい、でこの大臣はね、医薬品による保険衛生上の危害の発生または拡大を防止するため必要があると認めるときは薬局開設者または医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売または銃を一時停止すること、その他保険衛生上の危害の発生また発生または拡大を防止するための、ね、応急措置を取るべきことを命ずることができますよって言ってます。はい、なので大臣は、ね、薬局開設者医薬品の販売業者に対して、ね、業務の停止を、銃を一時停止すること、ね、その他保健衛生上の危害の発生または、拡大を防止することができますよと言ってます、ね。はい、なので、今度大臣が出てきました、ね、日本に一人厚生労働大臣一人しかいないですよね。その日本に一人しかいない厚生労働大臣が、ね、この薬局開設者、医薬品販売業者に対して、ね、保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために、ね、命令を出していくんですね。なのでものすごく、ね、重要な時にこの大臣が出てきます。よろしいですか。はい、そして今度はその次括弧 C 廃棄回収命令を見ていきますね。はい、廃棄回収命令なんですけど、まずは、厚生労働大臣は、ね、大臣または、ね、それから、都道府県知事等はって言ってますので、今度は大臣と知事はって言ってますね。大臣と知事はって言ってますね。そして、医薬品を 業務上取り扱うもの、ね、医薬品を業務上取り扱うものに対して、ね、廃棄回収、その他公衆衛生上の危険の発生を、防止するに足りる措置を取るべきことを命ずることができますよって言ってます、ね。はい、なので大臣と、ね、知事は、ね、医薬品を業務上取り扱うものに対してね、公衆衛生上の危険の発生を防止するにって言ってますので、また大臣が出てきてますので、廃棄回収命令に対してはね、大臣がね、公衆衛生上のとかって言ってますので、これもやはりね、よっぽどのことにで出てきます。ね、ここのところよろしいでしょうか。ね、すごく大事ですよ。はい、そして、その次、見ていきたいと思うんですけど、1187行目。ね、その本命令を受けた者がその命令に従えないとき、ね、やだやだやだってなったときですね、ね、その職員に、不正表示医薬品等を、要は薬事監視員ですね、薬事監視員に不正表示医薬品等を、ね、廃棄させ、もしくは回収させ、またはその他の必要な処分をさせることができますよって言ってますね。要はね、先ほど大臣や知事がね、医薬品を、業務上取り扱う者に対して命令を出したんだけど、それに対して拒んでいるということであればね、その大臣知事のね、まあ部下ではないですけどね、その職員の人に対してね、ちょっと行ってきてみたいな形でね、命令を出すこともできます。はい、そして、ね、本命令に関し、またはその廃棄その他の、処分を拒み、ね、さらにもう拒み続けている場合は、もうそれはね、もう罰金ですよ、みたいなことがね、1190行目、91行目のところに書いてありますので、ね、懲役もしくは罰金ですよって言ってますので、まあ、ここまで来たらよっぽどのことになっちゃいますよね。はい、そして、今度は1193行目。また、行政庁による、命令がなくても、ね、だから、こういったね、命令がなくても、ね、医薬品の製造販売業者、要はメーカーさんはね、その自分のところで作っているお薬に対してね、これも保健衛生上の危害が発生したりとか拡大する恐れがあるっていうのを知ったときにはね、自分たちで、自主的に回収したりとかね、販売停止などをしてくださいねって言ってます。ね。そして、その次、薬局開設者または医薬品の販売業者は、ね、に関して、ね、あとはそこに働いている医薬関係者の人たちに対しては、ね、その医薬品等の製造販売業者が行う、ね、必要な措置 の実施に、ね、協力するよう努めてくださいねということを言っていますね。なるべく協力してあげてくださいねということを言っていますので、ここよろしいですかね。はい、なので、まずは命令が何個かありますね、3つあったと思いますね。誰が誰に対して言ってるのかっていうところが見極めるのがとても大事なところなので、しっかりと押さえておいてください。
はい、そして、最後、1200行目、苦情相談窓口というのを見てください。ね、ここに関してはね、お薬の副作用だったりとか、あとはお薬の使い方とかね、いろいろメーカーさんとかにいろんな苦情とかをね、言いたいなとかね、そういったことに関してはね、そういった苦情を載ってくれるところがありますよ。特に、245ページのね、1208行目、ね、国民生活センターとかね、消費生活センターなどね、そういったね、民間団体もありますので、こういったところで相談受け付けてますよって言ってます。ね、ここに関しては、うん、そうなんだなと一回見といてもらえば大丈夫です。はい、よろしいでしょうかね。あとは、その他ね、例えば、246ページのところの第4章、別表って書いてありますよね。この別表も試験範囲ですよ。ね。そして、その後、ね、ずっと続いて、248、249、ね、250とかね、それから、251のところまでですね。ここまでがね、第4章のところのね、試験範囲となりますので、このあたりもですね、一度ね、医薬部外品の効能効果とか、化粧品の効能効果とか、そういったことについて書いてありますので、このあたりも、たまに試験に出てきますので、一度さらっと、見るようにしておいていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、では、本日の動画はここまでにしていきたいと思います。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アートに登録していただきますと、試験の情報などいろいろ配信していきたいと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。